フェイトグランドオーダークリスマス2020ピアカップ召喚ブリトラちゃん狙って今日もガチャを引くぜ。いやもうこれはね、もう可愛すぎる。ダメだよ、金髪褐色ギャルはダメだって。俺の性癖ドストライクだから、あれほどやめろって言っただろ。もう心の衝動が抑えきれない。行くぞ、今日石が159個もあるから、まあ、割と溜めてたからね石、この日のために何か来てもいいように溜めてたから、もう今日は引くぞ。もうこれはいつもガチャを引くか引かないか悩んだ時は股間に聞いてみるとアイヌ先生言ってるんですけど、まあ、いつもの場合は、股間提督今回のガチャの、許可をって言うんですけど、許可するって感じなんですけど、今回は股間提督許可するって感じだったんで、もう股間の方が先に聞く前に許可するっていう感じだったんで、もうこれはね引くしかなかった。もう本当にね、俺はねもうギャルが好きなんですよ。あのナギコが来た時もそうだったんだけど、ナギコは俺の元に来てくれなかったんですけどね。ナギコ引きに行った時も言ったかもしれないですけども、俺はねギャルの子が好きなので、もうギャルはちょっと引きに行かなければいけないなっていうことで、そんなところにね来てくれたブリトラちゃんはもう本当に俺の女神だ。もう太もももあんなに露出して、もうエッチでもう俺をさ来ちゃったけど、これまさかはちょお前じゃないんだよメオール、お前もピックアップしてたけど、褐色だけど金髪だけど褐色金髪だけどお前じゃないんだよメオール、お前もうなんか2、3枚も持ってるからフォークが重なったけども、お前じゃないんだよ金髪褐色、しかも胸もでっかい、胸筋ででかいけど違うんだよ、違うんだよ、そういうことじゃないんだよ、まさかじゃないんだよ、褐色だけど褐色だけどお前でもないんだジェロニモ、帰ってくれなきゃすまない。褐色が過ぎるんだ、ちょっと褐色具合がちょっと濃いんだよなブリトラちゃんと違って。いや違うんだよ、俺への最高のクリスマスプレゼント待ってます、虹色に光んねえな。ブリトラちゃんはねギャルなんだけど、一人称がね、ワエなんですよね。ワレじゃなくて、ワエはっていうのが、めちゃくちゃね、可愛いんですよ。そのなんか幼女みたいで、なんか響きが可愛いんですよ。誰じゃワエのことをなんか起こすのはみたいな、なんかそういう。もう可愛いんですよ、一人称ワエ。もうギャルで一人称ワエはもうずるいよ。ずるいし、ベロをね、ペロってしてる、ハチみたいなのがあるんですけど、もう最高、もうベロをペロって出してなんか挑発してるあのたち本当にねもうエッチだしもう最高なんで、もうあんなの見せられたらね、もうギャルがベロを出してたらもうエチエチ度 5000% 増しなんで、もう本当にね勘弁してほしい。もうちょうだい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 、俺にクリスマスプレゼントのブリトラちゃんのアチキスちょうだい。いやもうね引くしかないんですよ、つまり、性格もなんかね結構多分きつめじゃないですか、きつめなんですよブリトラちゃん、まあ上からなんか高圧的っていうか、なんか向こうのが上位に立ってるみたいな。俺は結構基本ソフト M なんで、上位からの主導権握られちゃう方が、ね、好きなんですよ。人間をなんか人形のようにおもちゃのようにするのが楽しいみたいなこと言ってたような気もするので、いやーもう尻に敷かれたい、もう尻に敷かれるよ。最近ね割と忙しくて平安京とか全然できてなかったんですけど、このブリトラちゃんが来た時はもう飛び起きてね、もうイベントの方はちょいちょいね時間を見つけて進行するほど、イベント進行するほどにはブリトラちゃんはタイプだったね。なぎこさんの時にも言ったけど、もう俺は本当に大学生の頃俺のゼミでクソキモオタだった俺に優しくしてくれたギャルの子がいて、もうその時からねギャルはめちゃくちゃ好きです。その時からオタクに優しいギャルはいるんだよお前たち。オタクに優しいギャルは都市伝説ありません、いいですか。オタクに優しいギャル、トトロ、サンタクロース、います、全部います。トトロとサンタクロースと並べるとオタクに優しいギャルが本当はいないみたいになっちゃうけど、います、いるんです、本当なんです。限りなくオタクに厳しいギャルが 95% いや 96% ぐらいしか いるかもしれないけど、残り 3、4% ぐらいオタクに優しいギャルだってね
いるんですよ。それを信じないと、信じないやつのもの元にはやってこないよな。俺は信じてるからやってきてくれる。スキップしちゃったからもうスキップするもん。スキップするもん。やばいやばい、俺に微笑んでくれ。俺へのクリスマスプレゼント頼むよブリトラちゃん。やばい、ブリトラちゃん後ろになんかあの、あ、ベオウルフ、もうやだ、あーもうやだ、褐色金髪。ブリトラちゃん後ろにあの尻尾が生えてるじゃないですか。ドラゴン、ドラゴンかヘビーなのかどっちかの、ヘあの尻尾が生えてるじゃないですか。こうめっちゃくるレッドボックスが、尻尾の生えてるその付け根みたいな部分がめちゃくちゃ気になるんですよね。そこは薄い本で要チェックだ。いやそこをちょっとね見たい。どうなってるか、別にそんなやましい気持ち、やましい気持ちじゃないですよ全然。やましい気持ちとかは全然ないんですけど、いやどうなってるのかなって、その付け根とか、人間の体にあの尻尾が生えてくるその尻尾の付け根って一体どうなってるのかなっていう、あのちょっと気になってるだけなんで、あの別に本当にやましい気持ちとかはね全然ないんですけど、ちょっとこれスキップ、やばい、光んないな。しかもあの線が3本来ないとサーマンと、かわいいかわいいかわいい、いやかわいいんだけど、いやもっとかわいいブリトラちゃん来ないよー、サーマントが来ないよー、やめろ、俺サンタさん信じてんだから、サンタさん信じて、サンタさんいる、サンタさんいるもん。やばい、待って待って、ちょっと待って、もう一回ぐらい弾けるかもしれない。ちょっとあの聖書席変換してこようぜ、聖書編か。石が39個来ました。これでまだ引ける、俺はまだ参るんだ。いや行ってくれ、水着マルタも可愛いから引きたいんだよな。ベオルグなんて引いてる場合じゃないんだよ、ベオルグなんて引いてる場合じゃないんだよ、頼む。ここは怖いけどスキップをするよのび太くん。これスキップできた、できてんじゃないの、できてそう。もうそんなのいいんだよ、あ次早く、なんで金に引かんねんだ、なんでだ。おいギャルは俺の元に来てくれないのか。なぎこさんの時もそうだったけど、いやでも最後に来てるっていう事例がある。だって2020年は本当にねガチャ運がいいので引けないわけがないんですよ皆さん。本当に本気なんです、本当にマジマジ、これ本当にマジのやつ、本当にマジのやつ。うわやばいやばい、本当にやばいぞこれは。いやでも本当にいつも最後に引けたんだ、前だってそうだったんだ。もうなんでだよ、俺こんなに欲しいのに。いやーやっぱギャルはブランド物とか好きだからな。俺なんかなんか経済力がないやつはちょっとダメなのかもしれない。いや俺はお前を養える、俺はお前を養えるんだ。それぐらいの意志と覚悟を持って俺は引きに来てる、引きに来てる人間なんだ。頼むブリトラちゃん来てくれ、なぜなのだ、なぜ来ないのだ。うわーやばいやばいやばい、本当に欲しい、本当に欲しいよ、本当にやましい気持ちないから、本当にお尻んとこだけ見せて欲しいんだよいやー褐色、金髪、ギャル、太もも、エッチ、胸元、ばっくり、俺、最高、好き、お前、好き、一人称、わえ、かわいい。いやー朝は濃厚なベロ中で起こして欲しいんだよ、頼む、布団の中に潜り込んでいてくれ、頼む。サンタさん俺へのクリスマスプレゼント、光れ光れランスター、光れランスターじゃない、ライダーは誰。くそー、いや引きてー、ブリトラちゃん、ちょっと iTunes カード買ってくるしかないのか、もうやだもうやだ。いやこれが最後の動画になったら、やっぱ1年の最後はちゃんと引いときたいけど、ちょっとこれはリベンジ候補ですね。これリベンジしないといけない。ギャルは引く、ギャルは絶対守れておらんぞいやーちょ引きに行くか、ちょっときちいよー、あんだけしちゃったのに返してくれよ俺の石